恒例ですね、はい、皆様から質問を受け付けておりまして、そうなんですね、その質問の方をお答えしていこうと思っております。はい、おミキミキが、はい、秋になりましたが、はい、皆さんにとっては何の秋ですかっていう質問が来てます。何の秋ですか、何の秋ですか、お、いいですね。じゃあミキミキから答えていく。はい、はい、私にとってはデビューの秋です。ああ、そうだよね、素晴らしい、そうだよ、素晴らしい、素晴らしい秋ですよ。100点の答えだ。はい、私落ち葉の秋で、落ち葉の秋、秋といえば、歯が落ちてる感じがするじゃないですか。落ちてますよね、そうだね、だから落ち葉の秋、落ち葉の秋と、私は普通なんですけど、はい、普通、食欲の秋が、あいいですね、いいじゃない、いいじゃない、これ食欲の秋です。そらちゃん行こうか、そらちゃん、私は、はい、芸術の秋。おお、いいじゃない、いいじゃない、どんどん秋取られてってる感じですね。もうなくなってきた、大丈夫、はい、どうすんだろう、はい、普通なんですけど、大丈夫だよ、読書の秋です。あー、いい、よしよしさあどうする、かわねちゃん、かわねちゃんどうする。私もごくごく普通なんですが、はい、スポーツの秋です。おースポーツの秋、よし、おー、全部出たね、全部出た、さすが、全部出た、いいでしょう、はい、ありがとうございます。いやでも本当フェアリーズの秋ですよね、本当。